そんな人と一緒にいたら気になっちゃって、それどころじゃなくなっちゃうし。容赦なさそう。最近見てないな。でもなんかそんぐらい強い心持ってんの羨ましいって思うときある。みかん直売おいしそう。まあ売ってねえじゃねえかよ。まあちょっと中だった。燃やしてた。そういえばあそこどんどん焼きやるよ。あの何したっけ、天満宮用意してたね。まあ、するんじゃない。なんか習字で書くか。何を？ペって数値でブって書く。ペをね、あこれ今何やってる俺。寝かかってるって。寝かかってるじゃなくてさ、これ寝そうなってるって。運転してるよね。当たり前だよ。いや、当たり前だよじゃなくて、運転してるところでさ、暴言吐かれてるわけ。吐いてるの。何だっけ、毎回読み方忘れちゃう。全般違うでしょ。いや、そう、全般です。来るわけ。あ、ごめんね、聞いてなかった。もう本当にあなたはね、気持ちじゃない。じゃあ離婚しようよ。ブーブーブー。ラムネうまいな、それ。うまいね。わー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 、あれ無じゃないんだよ、ごめん。コスミーコスミー。ポポのうるせーも可愛いけど、うるせー。24年はもっと新しい単語がきっと生まれるかもしれない。サイドブレーキさ、引き忘れたら終わりそうな坂道に止まってる。流れてくるさ、アホ動画でさ、うん、こう車でさ、自分なんか無人運転みたいなのをさしてさ、自分が降りてさ、ロックかかって乗れなくなって車をクラッシュするやつとかさ、うん、一定数そういうアホな行動を取る人いるけどさ、なんで学習しないの？学習しないっていうか、普通に考えたらそうなるってだって分かんないんだよね。坂道でさ、無駄に加速してそのまんまさ、追突とかさ、迷惑行為のなんでもないな。はぁ、あ、しかし、ここすげえ。渋滞するの、はいはい、くれ。このラムの日も目覚ましにいいね。デブマシ、ババワシ、デブバ通り。
すごい渋滞ですよ。スーパーで見つけた時にさ、1300円とか取られてるとちょっとびっくりするよ、税抜きだから。最後一個、あ、どうぞ。どうぞさ、おめえのじゃないんだよ。出た。はい、出た。ありがとう、ばあちゃん。年上温泉、毎回気になる。
はい、絶対美味しいよね、こんな山に囲まれてるの。